今日はですね、残り野菜で作る小鉢おかずを紹介したいと思います。てか10分で余裕かも。全然アボカドとトマトのサラダ器がちっちゃいのよ。うん、うん、はい、皆さんこんにちは、佐藤晴美です。今日も始まりました、晴美食堂はい、今日はですね、残り野菜で作る忙しい日にぴったりな小鉢おかずを紹介したいと思います。イエイ。小鉢のおかずが結構早く作れるって聞いたんですけど、さっと作れる。だから難しいことは一切しない。なんで制限時間を今回は設けます。設けます。え、制限時間を設けます。はい、残りおかずがこれということなので、ちょっと焦ってるだって制限時間とか言われちゃったらさ、野菜って残りますよね。ネギとかこういう風に残るじゃないですか。アボカドもだいたい半分残るでしょ。紫キャベツもこんな1個丸々使う、1個丸々買うこともないか。ブロッコリーも1個丸々使わないじゃないですか。なのでちょっとこのチョイスにしました。1品3分したら3品ぐらい。はい、じゃあ10分にしましょうか。10分、はい、10分で3品ですね。今日こんなつもりで来てないぞ。すごい YouTuber っぽくない？ YouTuber っぽくない？てか10分って余裕かも。全然だって10分って余裕じゃない。え、何作るか言うかな。予定はアボカドとトマトのサラダ。アボカドとトマトとネギのサラダ、はい、で紫キャベツのナムルとブロッコリーの梅あえ、はい、梅もここにあるから。梅干しなんてあるでしょ、みんな。そう、お土産で大体もらうのよ梅干しは。そうなので、これでちょっと3品作れるかな。やめて、もうお湯沸かしていい？お湯沸かしちゃっていい？ちょっといい？では、早速。はい。余裕。用意、スタート。はい。じゃあまず紫キャベツからいきます。え、全然いいですよ。全然話しかけてください。逆に手がはがどるかもしれない。うん、紫キャベツなんだろう。あ、でも色合い的に添えたりとかサラダに混ぜたりとか、なんかそういう目的で買うことが多いかなぐらい。思い出せないことある。もう適当かよ。あ、でもだから二度と同じものをできない日ありますよね。わかる。うん。じゃあこれは塩を、お塩を塩もみして、あっちのカメラとかありますんで。紫キャベツ。以上。あ、意外に時間焦っちゃって意外に時間ないね。ちょっと一回これも最後にやるから、一回置く、冷蔵庫で置きます。余分な水分が出る。え、やばい、時間ないぞ。そしたら次トマト。あ、時間ない。え、ちょっと逆に話しかけて。逆に話しかけてください。思いついた小鉢メニューです。これで味付けたら何ですか、絶対美味しくなるみたいなのもないんですか。あのね、だいたいごま油。あ、だいたいごま油は美味しい。この間買ったやつがここに置いてあります。あ、そうそうそう、イートリップサイルで買ったごま油ね。
話しかけてで、こうしたでしょ。で、ネギ、あ、トマト残ってますね。トマトの分量が多いな。まあいっか、残りやすいだからね。思い通りにはね。そうそうそうトマトは一回放置。お塩を取りました。お塩をサルミさんの鍋に入れました。いいですね、はい、その、はい、はい、あ、もう手で ワイルドいいでしょ。あ、確かにおつまみにもなるし。半分切りました。はい。このさ、包丁がさ、研いでくればよかったのよ。全然切れない。恥ずかしい。こんな料理のなんか番組ありますよね。いや、そうなんですよね。うすうす気づいております。こんなもんでいいっしょ、ブロッコリーは。うわすごい、あ、すごい垂れてる、ごめんなさい。あ、やばい。ちょっと待ってね、間違った。あ、足りない時間が、余裕とか言ったのに。いります。あのね、いるネギ、ごま油、醤油、あとすごい目分量。いつもこんな感じ。塩、あ、いつもこんな感じ。もうちょっと焦ってない感じではある。で、これね、あえて1分、欲しい1分。はい、一瞬ストップ。あ、マヨニーブロッコリー。待って、マヨ、なんだなんだ。いろいろあって1分半。あー、辛い。10分でできないじゃん。でも分かんない。でも1分半で終われば。今いろいろありまして1分半出しましたが、はい、1個その代わりにお願いがありまして。何ですか。やだ、何怖い。コーディネートチェックをささっとやらせてじゃあとりあえず一段落終えたら行こう、はい、では、はい、スタート。梅を使います。美味しそうだね。梅とみりん。梅とみりん。で、ここにブロッコリーを入れる。あ、器がちっちゃいのよ。いけるかな。あ、これ完全にロスタイムだ。よし、今日は大好きなデニムと、ベージュのニットで、私の中では定番コーデです。ニットが、ボリューミーなので髪の毛をまとめましたもうやばい、もう時間ないじゃん。あ、いけるよね。紫キャベツさんの方は大丈夫か。紫キャベツさんの方は8時間大丈夫そうでした。お待たせ。で、ごま油。何でも美味しくなる。で、塩。とりあえず取っておけると気持ちするの。結構すぐ傷んじゃうから、紫キャベツは次の日とかには私はいつも食べるかな。残り、あ、まだ40秒です、うん、30秒。よし、あ、いけたかな。はい、完成
完成しました。残り野菜の小鉢えらい。どう？あー16秒余った。16秒余りました。すごい。どうですか？クリア？イエーイ。ちょっと味大丈夫かな。白ごまでも振ろうかな。あれ16秒だよ。いやちょっとほら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 いいじゃん。ありがとうございました。あ、すごい。海苔やらごまやら。はい、こちらはブロッコリーの梅あえと、これが紫キャベツのナムルと、これが、トマトとアボカドのネギソースあえです。はい、の3品でした。すごい。ということでいただきます。じゃあブロッコリーから。ちゃんと茹でてるよね。茹で上がってるよね、これはね。うん、いい茹で加減です。おいしい。5分ぐらい。でもね、ブロッコリーって茹ですぎちゃうと、ちょっと食感がしなっとなりすぎちゃうから。でもちょうどいい今日。じゃあナムル。ナムルはちょっとね、これは最後やっつけみたいになってしまいましたね。でもほらごま油使ってるから美味しい。そう、だいたい美味しい。多分美味しいと思うんだよね。うん、いい感じ。美味しい。いい、シャキシャキする。うん、うん、うん。これでもほぼ切っただけですよね。ちょ、切ってごま油と塩だけ。下の絞ってからごま油のポイント。そうですね、時間を置くのは塩だけ。うん、うん、余分な水分が出てきちゃうから、塩で最初塩もみして、でも絞って水分を飛ばしておくっていう下処理っていうのかな、をする。うん、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 うん。いい味付け。うん、ちょうどいいです。まあ、いつも作ってるからいつもの味なんですけど。でも10分でもいつもの味になった。いつもの味になりました、全然。でもよっぽどのことがないと変な味にはならないような調味料しか使ってないからな。ハードルが全然高くないから、誰でも作れる、本当に誰でも作れるぐらい簡単です。はい、以上です。もう言うことはありません。ということで皆さんいかがでしたか。今日はですね、余り物野菜で作る簡単小鉢ということで、まさかのタイムアタックで挑戦ということだったんですけども、なんか意外と楽しんじゃった。なんかこの達成感がいつも以上にあるのかもしれない。なんかノルマ達成感がすごい楽しかったので、久々にこんなアドレナリンが出たと言いますかね。スポーツですかね、これは。お料理はスポーツだということに私は今日気づきました。コーディネートチェック一回挟んでるのよ、すごくない。またやる、また、うん、頑張ります。スポーツですので。スポーツは昔から好きでした。今回はちょっとドタバタとしましたが、全部簡単に作れる本当に美味しいレシピになっているので、ぜひ皆さん作ってみてください。このハルミン食堂への企画のリクエストなど、どんどんどしどしお待ちしておりますので、ぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録やいいねもぜひしてもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今回もありがとうございました。以上、ハルミン食堂でした。バイバーイ。